弥生3月眠りを覚まし、今新しい力が名乗りを上げます。三冠戦チャレンジャーゲイリー・オブライト、テーマ曲ブードゥーチャイル、季節外れの土曜波、日曜深夜の土曜波、揚げ潮ムードだこの挑戦者、走り出したら止まらない、思い込んだら命がけ、ミサートの初の一騎打ちであります。三冠初挑戦ゲイリー・オブライト、伝統の三本のベルト、時が染み込んだ黄金のきらめき、第10代三沢、第11代ウィリアムス、第12代川田俊明、第13代スタン・ハンセン、そして現在第14代チャンピオン三沢光晴、この男、時は移ろい街並みは変わろうとも体を張って守らなければならないものがある、三沢光晴今宵4度目の防衛戦、油断大敵高妻大志、全日トップの証を見せるか、三沢光晴今ベルトを携えリングイン。選手紹介です。ラストオーダー挑戦者350ポンドゲイリー・オブライト、全日マット4シリーズ目の野望ゲイリー・オブライト、ラストオーダー300ヘビー級選手権者255ポンド伊沢伊沢、全日耐え抜き15年、天下無双の三冠チャンピオン三沢光晴。さあ対峙する両雄、向こうブライト、手前チャンピオン三沢光晴であります。33歳と9ヶ月チャンピオン三沢光晴、32歳と10ヶ月チャレンジャーゲイリー・オブライト、身長差は6センチ体重差は50キロ、いずれもオブライトに分があります。待ちましょう。ゴンが今戦いのかぶら矢を放ちました。高らかに澄み切ったゴングの音色が日本武道館に吸い込まれていきました。画面右チャレンジャーオブライト、画面左チャンピオン三沢、ぐるりと時計と反対回り、さあ場内のコールは三沢コールであります。さあまずはファーストアテンプト、どのあたりから攻めていこうか、相手の出方を両雄しっかりと見据えております。オブライトの下半身にじーっと集中しております三沢光晴。さあそして黒いツーショルダータイツオブライト、さあ手の探り合いだ、ファンダメンタルなポジションであります、手を探り合っている。さあ最初の攻めはどうする、離れました。さあまだ技を繰り出すには至っておりませんゲイリー・オブライト、見たり組み合うか、さあどうする、探り合う両雄、足を取りに行くか。さあこちらチャンピオン、そしてチャレンジャーゲイリー・オブライトは体重差50キロ、でかい男であります。ぜひテレビをご覧の皆さんも自分より背が高く50キロも重い人間との遭遇をイメージして見ていただきたいと思います。戦わずして戦慄を覚える、これ見逃しの驚異の体、ゲイリー・オブライトであります。放送席解説ジャイアント馬場さんです。さあ馬場さん、両選手の表情どうご覧になりますか。そうですね、オブライトの方がちょっと硬いような気がするんですね。ははやはり三冠初挑戦、まあ、先日おーこれは来た、いやはやこれは瞬きをしている余裕すらありません。バックリバッタ、バックリバッタ、腕を回した、ジャーマンか、ジャーマンか、ジャーマンか。さあこの一戦、おっと顔面にエルボーを見回りました、ゲリー・オブライト2ダウンしております。さあやや緊張感があるのではないかという馬場さんでありますが、やはり馬場さん、この、まあ、世界タッグの経験はありますが、3冠シングルマッチの世界選手権という緊張感、より一層でしょうね。そうですね、まあ、確かにタッグとシングルは違いますけども、ですけどもオブライトにしてみればですね、タッグのチャンピオンを取ったという、経験がですね、はい、やっぱり大きくものを言うと思うんですね。おほー、世界と名のつくベルトを腰に巻きました、元全世界タッグチャンピオンのゲイリー・オブライトであり、おエルボーかわした、かわした、バックリバッタ、バックリバッタ、バックリバッタ、腕を回した、回した、引っ込みだ、ジャーマン引っ込み切った、
というところをこらえております。磯は満たされてやります。こういうところはオムライトのまだまだというところなんですよ。なんか磯はもうロープのそばにいるんですからね、こう真ん中に持ってきてからやらなきゃいけない、ね、なるほど。さあ磯は満たされのこの苦悶の表情、いやご覧いただきたい。サードロープ、ブレイクブレイクブレイク、腕を取った、なおも腕を取る、なおも腕を取る、さあサードロープ掴んでおります。いや反則ギリギリの攻防、ゲイリー・オブライト、たまらず場外三沢でやります。やはりこの一戦スープレックス投げ技合戦になるのか、はたまたグランド攻防中心になるんでありましょうか。試合前のゲイリー・オブライト、自分のスタイルはあくまでもグラウンド中心でやる、グランドをベースにした試合展開にしていきたいと語っておりましたゲイリー・オブライトでやります。さあ三沢光晴場外転落でやります。第14代三冠統一ヘビー級チャンピオンであります。95年5月26日当時チャンピオンのハンセンを破り第14代のチャンピオンとなりました。以後7月に川田、9月に田植え、10月に小橋を下し、現在 V3 今宵 V4 4度目の防衛戦と相なりました。三沢であります。いやはや急激に心拍数が高まってまいりました日本武道館であります。さあこの三沢のリングインをじっくりと待とうというチャレンジャーのゲイリー・オブライトであります。ゲイリー・オブライトは三冠初挑戦、思えば三沢は4度目の挑戦にしてこの三冠のベルトを手に入れました。第10代チャンピオンとなりました。あの時は V7 7回防衛に成功しております。そして第14代としてはこれまで V3 を今宵 V4 をかけた戦いであります。組み合った、組み合った、腕を回した、さあどうする、まずは距離を取った、スピンキック、足を取った、足を取った、顔面蹴り、顔面蹴り、よく見ております。あっという間に試合時間5分を経過した。腕を取るか、さあゲイリー・オブライトがなんとこの腕式をかわそうと腕を取っている、腕を引っ張っている、さあなんとこの腕を離して、腕ひしぎ、腕ひしぎ、逆十字、しかし3号ロープブレイクです、ロープブレイクです。馬場さん、両優腕ひしぎ、これはかなりお互いを意識してると見ていいでしょうかね。これはね、いや痛めるにはこれよく効くんですよ。はい、ですからオブライトなんかには足を攻めても太いですし、首を攻めるには今の投げが一番いいですね、首かもう腕しかないわけですから、はい、また足首もね結構攻めるポイントあると思うんですね。となるとデスロックか、はたまたアキレス腱固めか、どのような締め技、関節技が見られるんでありましょうか。さあ三沢光晴がフェイスロックに入っている、大技繰り出してきた。さあ鬼のような形相でこのチャレンジャーゲイリー・オブライトにフェイスロックをかけていく。さあしかし、ロープまであとわずか、オブライトロープブレイクです。ロープロープロープ、オブライトはね、投げはやっぱり得意ですけども、今度自分が投げられた場合にね、自分の体重で大きくダメージを受けますからね、はい、この体重160キロがあだとなります。この巨漢ゲイリー・オブライト、ネブラスカ州出身、ネブラスカ大学時代はアマレス全米選手権3回の優勝、その実績を引っ提げてプロレス界入りしております。走った、抱えた、パワースラム、カウントは2、投げ技、締め技、激しい応酬、序盤戦だ。さあ両の手を回した、両の手を回した、フルネルソンの体勢だ、このままスタンドの体勢だ、危ない危ない、フルネルソンスープレックスが入るか、入るか、入るか、投げるか、投げるか、投げるか、こらえたい、三沢こらえたい、チャンピオンこらえたい、ロープレイク、ブレイク、ブレイク、ブレイク、ヒヤリといたしましたチャンピオン、超高速ブレインバスターであります。ネブラスカ大学時代はジャーナリズムを専攻していた、それゆえ分析能力には長けております。ゲイリー・オブライト、アマレス全米チャンピオンの3回の経験、片谷美沢は高校時代国体 85kg フリースタイル優勝の経験、アマレススタイルには素養があります両選手。さあまたもやフルネルソンだ、フルネルソンだ、さあこれはこらえたい、こらえたい、頭を合わせております。
スリーパーホールド。このシリーズエキサイトシリーズの開幕戦シックスメンタックマッチ、場外ではありますがオブライトがこのミサワ・ミツハルを場外でスリーパーホールドで必要なまでに攻め込みました。すでにこのシリーズの開幕戦から照準が 3.2 日本武道館今宵のこの一戦に絞られていたんでありましょう。そして馬場さん、あの開幕戦では逆に三沢はオブライトに腕しぎを見せました。あの一戦も壮絶でしたね。さあグランドでやります。さあまだねオブライトの足が絡んでませんからね、さあこの位置からとちょっとロープが遠いです。三沢の位置からとロープが遠い。スリーパーホールド、足はまだ完璧には組まれてはいません。完全な同締めには至っておりません。ゲイリー・オブライト、でも本当に大きい人にはねこれが本当にいいんですがね、まあ、オブライトが足が絡むといいんですがね、やっぱりちょっと足が短いのかね。95年の10月2日全日マット初登場であります。あれから5ヶ月、この5ヶ月で馬場さんこの急成長は驚異的です ね、 よく離れをしてきましたですね、そしてやっぱり技とかね受け身なんかもよく自分で勉強してましたよ。このシリーズ世界タッグがありまして、世界タッグのベルトを川田田上組に、まあ、明け渡してしまったものの、今宵三冠戦放送席目の前ジャイアントばあさんの目の前でやります。さあどうするオブライト、リングの中に戻そうというフェアな戦いです。10分を経過いたしました。さあ今年96年、このエキサイトシリーズまさにオブライトシリーズと言ってもいい、オブライト勝負の2週間でありました。2月20日の盛岡の世界タッグ戦、そして今宵三冠戦でやります。思えば馬場さん、あの盛岡の世界タッグ戦も試合を終始進めていたのはオブライトハンセン組でしたね。そうですね、これはねもうこの両者ね、はい、オブライトもハンセンも体大きいですからね、どうやったって主導権は彼らのものになりますよね。やはり最後はやはりキャリアの違いということになりましたかね。そうですね、それでね、まあ、今三沢も非常に危険なスープレックスを受けましたけども、はい、非常に今いい受け身を取りましたですね、はい、三沢が、まただフロントスープレックスキッコ抜きまくり、カウントは2であります、まあ、オブライトにしてみればね、こうやってもう投げ続けていくことですよね。で三沢はその、はい、やっぱり投げられてる間に自分の、が隙を見つけてオブライトを投げ返すことですね、なるほど。さあ三沢がその間に今日初めてのエルボー、今日2度目のエルボー、肘鉄砲を見舞っていきます。ジャンピングキックだ、もう力と力でやっつけようと言っても、ね、無理ですからね、相手の力を利用しなきゃいけないですね、はい、エルボーだ、バックに回った、今度は三沢だ、ジャーマンだ、目には目を、歯には歯を、三沢式ハブラビ法典ジャーマンスープレックスホールド、1を放てば2を返す三沢光晴だ。三冠王者の在位期間、第10代の時 V7、1年11ヶ月、第14代これまで9ヶ月、合計2年8ヶ月、前日のトップを張ってきた飯塚、生っ粋の誇りを見てほしい、三沢光晴、カバーした、カウントは2です。さあ、いくか、フェイスロック入った、上位のフェイスロック。相手を十分に痛めつけてからのフェイスロック、ギブアップを奪おうという三沢光晴の作戦でありましょう。さあロープを求める、ロープを求めるチャレンジャーのゲイリー・オブライトだ。まあ、ああやってね、三沢がね、オブライトを投げることです。ほうほう、自分が3回投げられても1回投げ返せばね、はい、元を取れますよ。このオブライトの体重でね、自分でその自分がやっぱりダメージを大きく受けますからね、さあならばその3倍投げたいオブライト、おーどど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 、体勢を崩しながら
崩れていきました。オブライトは右の腕を打った模様です。右の腕のあたりを打ったがちょっと崩れ方がよくありませんでした。チャレンジャーのゲイリー・オブライト、殺人風車第1球、殺人スープレックスマシンだ。いかった、打ちかました、ショルダータックル、160キロ。全日マット4シリーズ目の野望、その野望を打ち砕く神様チャンピオン。さあダブルアームか、バックに回った、バックドロップ気味のジャーマン、かわした、カウントは2であります。第一にネオロス、緑の戦士。さあ先に立ち上がりました、緑の戦士三沢光晴。そしてツーショルダーのセンターには N、 ネブラスカの縫い取りイニシャル、そして明日には N のタトゥー、チャレンジャーのゲイリー・オブライト。うわー、正面から倒れ込んできました、風車のゲイリー、動きが止まった。ならば三沢のペースか、チャンピオンの意地か。三沢光晴、これまでは挑戦者時代を含めて15回の3冠の経験がある。そのキャリア、意地が物を言うか。かわした、かわした、片指、カウント3、カウント3。最後は天下無双のヒット、ポエルも前日耐え抜きの意地、生粋の誇りを見せました。チャンピオン防衛、オブライトの野望打ち砕かれました、フリップを達成。いかがでしたか。そうですね、やっぱり三沢、さすがに三沢というところはありましたよ。何回かをこのオムライトを投げ捨てましたからね、これが勝因ですね。いやー、それにしてもちょっとオムライトはやられ始めてからが早かったですね。そうですね、ですからやっぱり一つ投げられるとね、随分応えるんですよ、この体重ですからね、はい、自分の体重が新たなった160キロゲイリー・オブライト、勝負タイムが14分と20秒であります。いやー、それにしてもこの三冠戦としては極めて勝負タイムの短い一戦でありましたが、それにしても初対決、初の一騎打ちということで、この三沢としては神経をすり減らしたことでやりましょう。見事 V4、 4度目の防衛戦をものにしております。どうでしょう馬場さん、オブライトの今後の課題をいくつか挙げていただきたいですか。シングルパンチでね、やっぱ三沢をこれだけ痛めつければね、これはやっぱり有望ですよ。こんなにねやるとは思いませんでしたね。となりますと次期シリーズチャンピオンカーニバル、もちろんオブライトもエントリーしてるわけですが、連覇を狙う三沢、そしてこのオブライトエントリーしておりますが、そして馬場さん、スティーブ・ウィリアムスの参戦も決まりましたからね。そうですね、スティーブ・ウィリアムスとこのオブライトの対戦も見ものですね、さあますますヒートアップする全日、これから春チャンピオンカーニバルに向けて、まずは三沢光晴、このチャンピオンカーニバル連覇に向けて V4 見事な防衛と申し上げてやりましょう。さあ今改めて勝ち名乗りを受けました報道陣